そうですね、本来であればさっきあの作戦タイムの時に立川監督もおっしゃってましたけれども、逆にサーブで崩して点数を取りたいところなんですよね。また山口が今度はストレートに決めました。誕生日です。22歳の誕生日はあさってに控えている。いいサーブです。山内に打たせます。今日山内いいじゃありませんか。どんどん使っていけばいいと思うんですよ。そうですね、はい、何か昨日までの試合強春連の移動攻撃は決まりません。もう一度サーブロック山内。いやいやお見事です。3点差をつけるとちょっと大きくなりますから止められるか。山内止めました。